幻を食べたい。秘伝の味って書いてる。え、なくない？一旦閉める。はい、いただきます。皆さんこんばんは。富山のタレント佐田有沙です。そして情報メディアの編集長さくらさん、富山のゆるキャラバイヤコさんです。富山の遊び場、今日の動画のテーマは富山のマスの寿司を食べるです。イエーイ。ご飯ご飯。今日はですね、おこちら黒い、何これ、こんなん見たことない。マスの寿司いっぱい種類がある中でも今回は幻を食べたい。秘伝の味って書いてる。すごいね、期待しちゃうよ、ね、寿司工房大辻という会社のマスの寿司なんですけども、うんうん、私いろんなマスの寿司ある中でも、うん、この幻を友達にお土産で持ってったりとかするんですよ。なんでご飯の厚みとか、うん、上のマスの厚みとかが違うんですけど、うん、幻はくるんである端まで。贅沢な。どういうこと？マスの寿司でぐるっと？そう、ご飯をぐるっとくるんであるんで、この端っこの方までマスを楽しめるっていう、うん、名前もいいじゃないですか。うん、幻だしね。幻なの。初めて見た。今回はこれをみんなで食べていきたいと思います。はい、はい、楽しみ。いただきましょう。自分で開けたことないからわかんないや。なんで？おお。ちょっと寿司工房大辻。この間に。すごいね、木で、うん、こんなんだって再利用できるのかね、この木。何？自分でマスの。ちょっと一回開けましょうか。うん、開けてみて。あ、ないやもん。え、なくない？あ、裏返ってんの？え、ちょっと待って、開け方間違えてない？合ってんの？佐田さん、佐田さん、これ回るんじゃないですか？え？ちょっと待ってね。ちょっと一回見てみよう。嘘。一旦閉める。え、これを見たいっすよね。そう、これこれ。ちょっと、そうしてみよう。そうなんじゃない？実は。あれ？え、何これ？あ、何？あ、合ってるじゃん。こうやって、なんていう感じ、いい感じ。美味しそう。これこれ、これが見たかった。これが見たかった。よかったよかった。さっきの何？あれ、ダメ？マス、全然ね。放送されちゃう？佐田さん、ドジっ子なところを差し上げしようとしてさ。はい。おー、すごい。来ました。美味しそう。すごい。おろしのマスの寿司です。贅沢に肉厚のマスで包み込む職人の意地が作り出した究極のマスの寿司。意地。他では味わえない自慢の一品をご賞味ください。すごい。この見てください、はい、ここわかりますか？カメハメハみたいな。すごい、よきよき。ここはこう回り込んでるのがすごいね。美味しいんですよ。一つ一つ職人さんが作ってるんですよ、これを。笹ごと切ってね、笹、うん、からこうやって笹も切れるの？これ笹も切れます。あ、そうなんや。笹ごと切るのが多分本物じゃないかな。あ、そうなんや。そのナイフで笹ごと切れるの？これ、うん、これ笹ごと切れます。へえ。はい、わーい、おい、醤油ついてる。いやー、いらんか。え、そのままでよくないですか？しゃーしゃーしゃー、すごいね、手で食うと。いらねえ、江戸っ子っぽい。いただきます。すごい、あ、めっちゃ肉厚やん。二重なってない？もう、うわ、あ、本当だ。すごい。あ、うん、本当だね。一重じゃない。うん。これいくらでしょ、これ。2200円。あ、すげえわ。肉厚やん。ザ・マスの寿司って感じだ。すげえすげえ。うまいわ。美味しい。マジうまい。ご飯も結構しっかりあるんですけど、全然マスの寿司が負けてないですね、うん、マスが負けてない。しかもなんか油乗ってるね、このマス、うん、そう、本当寿司屋で上にネタ乗ってるぐらい分厚い。立山山麓の水と富山米を使ってる。よよ、はい、いただきます。うん。っうん、すごくいい。うまい。ご飯の柔らかさとかも結構いい感じなんですよ、ここは。
いや、私の中で一番になったわ、これ。何ん汚いボケなのか、そのままさくらさんとあんまりご飯食べることないから、さくらさんの食べ方汚いでしょ。わかんなかった。パイナップさん汚いです。なんでよ、怒ってよ。だって獣だよ。猫パンになるんですか。猫パだよ。猫パそれ以外のなんだっていうの。猫パンなのか、人間寄りなのか、猫寄りなのか、どっちなの。都合よく使う。チョッパーみたいなもんなんですか。人飲み食った。美味しかった。マジでうまいね。こんなうまいんやね。汚い。汚い。汚い。めっちゃピンクついてる。あ、大丈夫それ。どうでしたか。最高でした。私の中で一番美味しいマスの寿司になりました。いやなった。いや俺もなった。あ、本当ですか。え、初めてだったんですか。食べたの初めて。初めて。何個かあるけど、うん、やっぱもう全然別物だね。マスの厚さといい、シャリとのバランスといい、うん、いやもう美味しかったわ。一つ言っておきたいのは、マモラスさんからお金もらってないですか。あ、どうだろう。毎回デビューの時にさ、ほらお金はもらってませんって言ったのに、もうガチに買ってきてくれました。うん、うまい。さすが、佐田さんおすすめするだけあって、なんか、あ、いこさんやと思ったけど、忘れてた。で、おいのげそれでは、バイニャカさんから一言いただきたいと思います。マス、油乗ってて最高だった。ぜひ皆さんも食べてみてください。幻。